そういえば、今こんな酷暑の時期なので、夏バテ対策をちょっと私皆様にご提供したいと思うんですけど、経口補水液ってあるじゃないですか、ね、よくコンビニとかで売ってるやつ、あれって別にお家で作れるんですよ。あれって知ってます？お水にお砂糖とお塩入れるだけなの。本当お砂糖多めでお塩はちょっとね。でそれでもうほぼ成分同じなんですって、経口補水液って。コンビニでだから買うことなんかないんですよ。お家でチャカチャカって作れる。ただ飲むとすっごいね、ぼんやり甘くてほのかな塩味の、非常になんかね、味気ない味なので、ちょっとポッカリモンとか入れるとね、ちょっと飲みやすくなるかもしれないですけど、ポカリスエットとかってやっぱり糖分が多いんですって。いいんだけど、だからお家でねちょっと作って、ちょぴっとお塩とお砂糖をこういうふうに入れてシャカシャカシャカってやって冷やして持っていくといいですよ、お水よりもね。まあ、そんなおばちゃんの知恵をちょっと振りまきながら次のステージ始めさせていただいてよろしいでしょうか。Thank you.
航空っていうね、もう今ね倒産しちゃったんですけどねそのブラジル最古 の、 国際、航空会社のために作られた曲だそうですね。で当時はそのリオにその着陸するその直前にこの歌が BGM としてかかったそうです。この歌の内容自体が、久しぶりにリオに戻ってきて、ね、そして、飛行機から、ね、眼下に広がる懐かしいね、リオの街を眺めてもうワクワクドキドキもう早くリオに飛び降りたいわっていうねそういう歌なんです。でも倒産しちゃったんですけどちょっとそれがねちょっと悲しくもあるんですけどアントニオ・カルロス・ジョビンの歌なんですけどジョビンは飛行機のね離発着とか見るのがすごい好きだったんですって、ね、でも自分が飛行機に乗るのは嫌いだったんですって見るだけね見るだけっていうね、そういう歌をちょっと景気よく始めさせていただきました。では改めましてちょっとミュージシャンをね紹介したいと思いますがオンピアノ石黒奈緒でミュージシャン太田のトロこんな素敵なメンバーとねやらせていただいて本当幸せでございますがそれでは2曲目お届けしたいと思いますが、またグッとムードを変えてなんとドラマチックなロマンチックなというか曲に、ね、なりますけれども、エンコントロスシーディスピディダスという歌で出会いと別れという歌なんですね。ミルトン・ナシメントという人が作った曲なんですけど、駅っていつも、ね、いろんなドラマがありますよね。そこで別れて涙を流す人もいれば、久しぶりの再会で喜んで、ね、微笑む人もいる。なんか到着する電車って、同時に、ね、旅立つ出発する電車でもありますよね。なんかそういう駅での、ね、その出会いと別れ、ね、それを人生になぞらえたようなそんな味わい深い歌をお届けしたいと思います。出会いと別れ。
周知されてなかったからね、その時は。それで助けてくださいっていうお連絡が来て、それでと思って、でもじゃあ分かりました行きますって言って行ったら、直子さんがいらして、そこで初めてね直子さんに会って、それからずっとそのセッションに通わせていただいて、ずっと仲良くさせていただいて、こうやってたまに本当にありがたくもライブをさせていただくまでね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。この場を借りてペコリみたいな。ありがとうございます、ね、いや一緒にやるメンバーすごく大切ですから、ね、ありがとうございます。ちょっと今しんみりしちゃったんで、ちょっとまたガラッと変えて、すぐガラッと変えちゃう。ちょっと明るいねポップな感じの歌に変えますね。ラブユーマートリーっていう歌なんですけど、これはジューク・エリントンの曲なんです。まあとにかくもうあなたが好きで好きでもうたまらないと。ね、さっきもこんな歌ったな君といるとすごい幸せ、君のことが大好きって、あなたが言ってくれる日が来ないかなというね、そんな日を夢見ている、今日この頃みたいな歌を、ね、お届けしたいと思います。 Love you Madly。Love you, my
wrong. Sounds like a lyric of a song, but since it's so wet, I do all the know. I love you madly. Better fisher in the sea. It's not a theory for me, and that's for sure. Just like I said before, I love you. スワンダフルを。
弾きながら、太田さんはどうして7弦ギターを始めたの？最初は普通のギターだったんですか？7弦ギターの生徒さんは非常に少ないそうで、今のやれば仕事が入ります。なんで始めたかは話すと長くなるんですけど、出会いですね。すごいかもしれない。カリスマだ。すごいカリスマ。別れてない。出会い中ですよね。出会い中。7弦ギターね、とても珍しい。面白かった。もう珍しいですよね。そういえば、あの一昨年は確かね、浅草サンバカーニバルと日にちがバッティングしたんですよね。確か毎年は8月の下旬頃にサンバカーニバルがあって、一昨年はちょうどその日だったんですよね。去年は7月で、今年は8月の上旬。8月の下旬はやめましょうね。サンバ、あの浅草とか別に関係ないから、ここあんまり。でもね、あの、そうそう、あ、そうですよね。確か一昨年にね、サンバカーニバルと勝ち合って、あのお越しになれなかった方がいるって噂で聞いたんですけど、本当でしょうか？そうですか。うん、そっか、暑くて行かない。暑くて行かない。そう、それは毎年この時期はみんな暑くて行きたくないかもしれない。いや、でもね、そんな中を本当改めましてようこそ、ありがとうございます。じゃあまた、あのちょっと涼しくなるシリーズかなですね。ちょっとあの爽やかにまたボサノバをね、お届けしたいと思います。この曲、あのデサフィナード、有名な曲ですけど、あの、まあ、音痴とか調子外れとかね、そういう意味なんですけどね、まあ、あの、まあ、あなたは私の歌をその調子外れって言うけど、でも歌っている人にはちゃんと心があるのよと。で、この曲の中にはね、あのボサノバっていうあの言葉が入ってるんですけど、あのボサノバという言葉が歌詞に入って記念すべき第1曲目なんですって。あのデサフィナードは、ね、昔あのジャズサンバっていう名前だったそうですけどね、あの当初は。今はデサフィナードということで、まあ、あのそのボサノバって結局、まあ、新しい感覚とか、あのいうふうに言われてるんですけど、まだこれができた時、この曲ができた時はボサノバが本当に生まれたばっかりで、あのだから、まあ、あなたがね、この歌を調子パズレっていうなら、それはあなたがこの新しいジャンルのボサノバっていうリズムを分かってないからよってね、そんな意味も含めてるらしいですけど、じゃあお届けしたいと思います。デサフィナード。See.
すごくいい栄養素がいっぱい入ってるんです、甘酒って。だから夏にこそ甘酒を飲んだ方がいいんですね。で最近あのヨーグルトメーカーでね甘酒が作れるってことを知って、それであの豆乳に米麹入れても作れるんですけど、豆乳でもね、あとあのご飯ね、ご飯お粥かな、お粥みたいなに米麹入れてもあのちゃんとヨーグルトメーカーで、ね、できるんですよね。すごい便利ですよ。だからあのちょっとかなりトロンってなっちゃうんで、それまた豆乳に溶いたりしてね飲んでるんですけど、ぜひあの夏バテ予防に甘酒、お酒入ってないからね大丈夫だから
ぜひ飲んでくださいというね、大丈夫ですか、直美さん、甘酒飲んでくださいね。あ、好きじゃないんだ。あー、オタクの甘酒です。全然話盛り上げてないな。じゃあ私だけ飲むことにします。それでは、ちょっと次の曲はあのね、ポップスの曲で懐かしいんですよね、この曲。あのボツスキャクスっていう人の We are all alone っていう歌なんですけども、これも何年前の歌かな、40年くらい前なのかな。私が習ったのか、これ20年ぐらい前だと思うんですけど、この曲がすごく気に入って、あのずっと歌ってるんですけどね。 We are all alone ってなんかみんな一人ぼっちっていう意味ではなくて、あの私たちもう二人きりっていう、そういう意味なんですね。あの窓を閉めて光を和らげて、もう何も心配いらないよ、私たちはね、もう二人きりなんだからっていうね、そういう甘いね歌をお届けしたいと思います。 We are all aloneThe rain begins, and it may never